ただ一つ守れるのは社員守ってくれって社長が言ったわけ。そうよ。だそれだけはどんなやり方だろうと俺が守るけ。小沢グループ創業者兼会長小沢達也さん40歳。小沢さんはポンプ車で生コンクリートを流し建物の土台などを作る事業をメインに1台で年商12億円のグループ企業に成長させた経営者。経営者の YouTube チャンネル行って で朝ジム行ってなんかどっかレストランとかで朝食食べて会議して会食して忙しい働け、ね、これは中小企業経営者に1年間密着したリアルなドキュメント。この日小沢さんにどうしても会いたいと静岡県から若い建設業者たちが訪ねてきました。やりたいでしょ。やりたい押しかけて急に3人で人数も言わずにね3人つったら断られちゃうかなと思ってこちらの3人は創業してまだ2年という道路舗装会社の社長と社員。たまたまその小沢さんの今回この YouTube のあれが流れてたんで、うん、面白いなと思って聞いてて、うん、一回ちょっとお話ししたいなと思いまして、うんうんうん、やるなら大げさに派手に一番にやりたい、うん、ポンプ車の仕事も一番になりたいしこの動画の前作にあたる小沢さん密着ドキュメント第1弾がわずか3週間で再生回数250万回超えに。やべえ、設計事務所から取っとこの問い合わせも来てる。来てる、バズってるこれ。その影響は凄まじく、求人や仕事の問い合わせはもちろん、会社に応援や励ましの電話まで来ているというのです。一生懸命仕事させてもらいます。10分間ぐらいうちの事務員が、いや小沢さん見ました、どうです、あですって、で僕経験者なんですって言って、へーって、でも求人かなと思ったら、あじゃあ小沢から連絡させますよなんて言ったら、あいいですいいですガチャって切れちゃった。何の電話だったんです。何のかつて俺テレビ出た時あったじゃないですか。いやあの時よりすごい、あの時よりすごい。とりわけ視聴者の関心を引いたのが、あの時はまあそれなりにはこの給料は広島ではもう考えられない。言ったじゃん最初にみんなに、うん、言ったじゃんみんなに。だそうすると人に苦労することがなくなる。この僕の先人を辞めても入ってくるすぐに。全従業員を昇給させるなど社員に目を向けた小沢さんの経営手法でした。2ヶ月3ヶ月いない、こういう経営者が増えてほしい、こんな社長の下で働きたかったです。小沢さんを賛辞するコメントが多数寄せられたのです。この日静岡県から来た建設会社の若者たちも同じでした。建設業ってやっぱ若い子とかって安く使って自分が儲かっていい車乗っていい贅沢してみたいなのがやっぱみんなベース。自分は現場でないで自分楽しようっていうのがなんかすごい多いなっていうイメージで、まあ、今回小沢さんのはなんか新しいな、いい意味で新しいなと思ったんで。多くの人から支持された小沢さんの経営手法。しかしそこに至るまでには波乱万丈の過去がありました。とにかく稼ぎたいの一点で独立したのが24歳の時。借金をして1600万円以上するポンプ車を購入します。当時の小沢さんについて取引先に聞いてみると、まあ最初の頃からもそうなんだけど、会社はまあ打つのが早いし丁寧だし、うん、なんか頼んでもね必ず何とかしてくれたね。若いながら仕事が丁寧で頼りになる。それに加え小沢さんが売れっ子になった理由がありました。コテモってポンプ乗ったんじゃない。そう、コテモってやったのがバズったんですよ。だからお客さん増えた。
通常のポンプ屋さんは現場でコンクリートを入れたらおしまいです。ところが小沢さん、その後の本来は土建屋さんなどがやるコンクリートを慣らす作業まで手伝っていたというのです。なんでやってたんですか。なんでお客さんが喜ぶから。それ喜ぶでしょうけど、ね、喜ぶから山口さんが大変だって言ってたじゃないですか。お客さん喜ばしてこその対価だよ。そうまた掃除から荷物運びまで言われなくても何でも手伝う小沢さん。ポンプ打ち終わったらもう車の中に乗るか、もうナムコン車でもずっと待機してる。普通は手伝わない。本当ね、よく手伝ってくれるんですよ。みんなやんないですね。業者の間で評判はすぐに広まり、仕事が増えていきます。また宣伝方法も巧みでした。建設業の中でホームページっていうのはものすごい少なかったんですけど、もうすぐにホームページ作ったり、やっぱコンクリートポンプって調べるともううちの会社が一番に出てくるようにはなってたんで、いち早くネットを取り入れ一人で始めた事業はあっという間に拡大。前例のない速さで人もポンプ車も増やしていったのです。最初からもう超スタートダッシュでした。もう忙しくて忙しくて、で年2台ずつぐらいはもうどんどん増やしていって、ずっといっぱいいっぱいでしたよ。一方、営業に長けた小沢さんが苦手としていたのが人材育成や組織づくりなど経営者としての仕事でした。教育的なところはちょっと最悪というか、仕事でミスなんてすりゃもうとんでもなく昔は悪魔だったってみんな当時の小沢さんはどんな人だったのか教えてくれたのは入社13年目の井上さん。なんか見てるとすごい優しい人のイメージしかない。今仏っすね。今は仏です。まあ怖かったですね常に怒鳴ってましたね。現場に出ながら仕事の依頼受けたりとかやってたんで、もういっぱいいっぱいだったと思うんですよね。その時暴言しか吐かれねえし、はい、人に任すことができず一人で全部背負ってしまう。それには理由がありました。仕組み作りっていうのはそもそもサラリーマンをやったことがないんで、だからあの会社組織っていうものを知らないで、もう俺一人で全部やってきた時期があって、もうぐちゃぐちゃでした。会社の中15歳で単身静岡から上京。ガソリンスタンドのアルバイト、ホストなど様々な仕事に就きますが、会社員として働いた経験はゼロ。いきなり会社経営ができるはずもなく、孤軍奮闘していたのです。その上、社員にはやんちゃな子が多く、ノーフェルでバイク乗ってる時も会長に会うっていう俺が飲み行ってたんですね。そしたらなんか原付でなんかベン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 なんて走ってたら、俺言うやじゃんって思って、で交差点飛び出してってこいつ蹴飛ばして当時だからまだ16、17ぐらい。そうですね、17歳ぐらいですかね。マジクソ野郎だったんで現場では唾吐くし、礼儀はなってないし。え、そんな感じなんですか。一発目会長と初めて現場に行った時も寝坊しちゃったんですよ、うん、で、その時にごめん寝坊ったとか言って普通にもう普通の いつも通りの感覚で行っちゃったんですよ、うん、すいませんとも言わず、もうなんか友達感覚じゃないですけど、そんな言い方しちゃったりとか、もうだから本当クズだったんですよ。礼儀を知らない本当クソガキだったっていう。そんな社員たちに対し小沢さん、まるで学園ドラマの熱血教師のように指導していきます。なんかダメな社員寝坊したり、なんか文句言ってるような社員とかいりゃ、もう殴ってでもこいつ直してやろうとか。昔はまあ人数も少なかったしね、みんなね、なんか面倒見るってね、まあ本当に、まあ俺は親父だしね、親父でやって社員は子供だみたいな。
世間的に言ったら多分やべえ社長だなって多分思われるとは思うんですけど、自分が受け持った以上、俺が絶対こいつを変えてやるぐらいの多分あれはあったと思うんですよね。自分がクソ野郎だったのをクソ野郎を変えてくれたっていうか。毎日のようにご飯に連れて行き、時にお金も貸し、仕事はおろか社員の人生まで面倒見ようとしていた当時の小沢さん。しかし待っていたのは厳しい現実でした。大体ね、辞める時って嘘ついて辞めるんですよ。みんな実家に帰るとか、なんかいろんなもう体が痛いとか、なんかいろいろね嘘ついて辞めるんですよね。で結果まあちょっとしばらくしてみると結局同じ仕事してたりとか。そうですね、嘘つかれて辞めるのもしんどいですよね。ね、だ結局辞めちゃうしですね。どんなに面倒を見ても、どんなに可愛がっても、結局は辞めてしまう。ストレスのはけ口になったのが派手な私生活でした。バンバンお金入ってくるんで、毎月2、300万はなんか遊んでました。車バカだったんで、もう車一人で7台買ったりとか、カスタムカーっていうのにハマっちゃって、もうひたすら買う車改造して。あれいくらかけたって言いましたっけ？ハマに2000万改造した。ね。念願通り大金を手に入れた小沢さん。高級車やヨットなどを次々と購入。絵に描いたような贅沢な暮らしを始めます。自分もその遊びとかにもやっぱ誘ってもらったりとか行かしてもらったりとかしましたけど、俺も経営者になればここまでできんのかなとかって思った時もやっぱありますよね。でもあれはなかったですか？ちょっとイラッとする。いいとは思うんですよね。やっぱここまでやってきたのも自分の力だと思いますし、でもわざわざ乗ってこなくてよくないかなっていう、いいだろうとかって言っちゃうから、そういうのを見てやめちゃったりとか。しかし当時の小沢さんはそんな社員たちの気持ちに気がついていませんでした。会社で稼いできた分は、自分のものっていう感覚がやっぱ強かった。もう完全に自分のものですよね。よそりは高い給料上げてるからいいだろうみたいな。ならみんな自分でやりゃいいじゃんと。そうか、自分独立すればいいじゃん。そう。本当に実力あるんだったら。やんなって。俺と同じようにやってみるよと。そう。まあそんな風に思っていっちゃった時代もありましたね。まあ天狗になっちゃってましたよ。本当に天狗に。自分一人の力で会社を成長させたとうぬぼれていた当時の小沢さん。経営者が作業着を着るのはかっこ悪いと、いつしかスーツをまとうようになり、異業種の経営者と交流を重ね、現場にも出ていかなくなります。さらにいろいろ手出しちゃったんですよね。飲食店始めてみたりとか、サーフショップやってみたりとか、なんかインターネットの会社作ってみたりとか、まあ、どれもうまくいかなくて、会社の余った利益っていうのが、ある意味自分のために使ったわけじゃないですか。でそれをやっぱ社員はこれよくはやっぱり思わないじゃないですか。思わないでしょうね。だから辞めましたよね、みんなね。あ、そういうことなんですね。バンバン辞めていきますね。2人辞めて3人入るとか、そんな安定してなかった。安定してないですよ。でもそうなんちゃうけどね。気がつけば苦楽を共にしてきた多くの社員が自分の元を去っていたのです。そしてようやく自分がやっていたことが間違っていたと気づきます。もう俺は昔はでもお金さえあれば幸せになれるなんて思ってたけど、全然違うよね。どんどん人いなくなるしね。友達だって付き合いづらくなるしね、俺とね。なんかでそっちの、じゃあ同じ経営者のお金持ちの人たちとね、いろいろに話すりゃいいやって思ったけど、でもあの人たち全然面白くないね。あの人たち気持ち悪いんだよな。そうするとあれ俺一人じゃねえと思って、すごい悲しくなった。
なんか虚しくなったというか意味ないことしてた、ね、うん、自分一人だけが成功しても幸せにはなれない。それを知った小沢さんはこんな風に考えるようになります。いろんなとこでパーティー行ったりなんだって遊んでもその時だけじゃないですか、うん、でも誰かを助けることができたら、ね、喜ばせることができたら自分もね嬉しいですし、その人も多分ずっと思っててくれてますね、ずっと感謝してくれてるんだろうし、でそれがまあ少なからず今自分はできるんで、だからもっとやろう。そこで小沢さん、自分一人ではなく組織として成功することを考え、新たに経営に取り組んだのです。まずは生活態度を改め、無駄な高級車は全て売却、事業も見直します。外交工事や中古ポンプ車の整備販売、オリジナルコンクリート製品の施工など本業と関連する事業だけに絞り、サーフショップやネット会社などの副業は全て廃業したのです。失敗した理由に一つに、自分ではなんて人に任せたような感じだったわけです。そうです、そうです。もうスタッフ雇ってこうやるんだよ、やるんだよなんて人任せて、それが失敗の。そうですね、うん、その反省を生かし、事業が成功軌道に乗るまではまず自分が現場に出て汗をかくことにします。新たに始めた中古ポンプ車の整備販売では、自ら全国を回りトップセールスをします。中古のポンプ車を購入しました、それにセットで合わせて使い方も教えますよってことなんですか。そうです、そうです。ポンプマンっていう会社作って、でそこで社長もう一回やって、でとりあえずまあ俺のね汗と背中見したろうと思って、まず作業から、現場から、はい。今から沖縄行けたら多分すぐ行きますよ一瞬で行きますよ。はい。一方、すでに成長軌道に乗った小沢創業は、会長職に退き副社長に経営を託すことにします。しかし時に思わぬミスも起こります。うん、この日小沢さんのもとに SOS が。変なこと言ったと思う。試験を探す時も付き合いがあるかどうか確認しないとダメだよね。の付き合いのあるところにね、そんな試験頼みてんだけどなんてね、なんてその日の付き合いありますかって聞いていらないでね、お願いします。はいはい。トラブルですか。業者さんがびっくりして俺に電話してきて、うちを首切るんですかって、いやそんなことしないよっつって言葉を間違えたかなんか、どういう言い方したかわかんないけどね。かつてはこうしたミスが怖くて人に任すことができなかった小沢さん。しかし、それでは社員、組織が成長しないと覚悟を決めたのです。まあ任せで売り上げ下がってもね、その分また仕事増やしていければ。ミスが起きたらもう対応すればいいし、それも必要経費、もういちいち腹立てない。また、社員の叱り方も変わりました。仕方なく開けてはいたんですよ。ね、もったいないなーなんて思ってさ、そうですよね、配達、ちょっとさ、勇気もちょっと考えてくれ、欲しいな、はい、ちょっと考えてくれる？今回ちゃんと怒ってるって伝えたから怒ってるよ、俺はって。でも、めっちゃマイルドな怒り方ですよね。成長しましたね。成長、まあ、ちょっとそこは褒めてあげられるところ起業して16年、さまざまな苦労や失敗をしたことで、自然と経営者としての考え方や行動が身についていました。で、まあうちの会社ってのはもう本当いつ退職してもいいよってもう入社の時に言ってるんでですね。結局引き止めたとしてもね、辞めますって絶対。まあ今までの経験からそうなったっていうことですね。はい。だったらもう応援してあげる。
例えばよそのね同業者のとこ行っちゃうっていう時でもまあ、ね、普通だったら多分そんなのをねちょっと勘弁してくれよとね、そんなのありえないだろうってねいう話かもしれないけど、俺はもうああいう言っておいでと、なんなら知り合いの会社だったらこっちからご挨拶しとくと、うん、嘘までつかしちゃうような会社じゃダメだなって思ったわけですよ。そうでまあ嘘つかないであっちの会社の方が給料いいんでちょっと行ってきますとか、そんな風に軽く言ってもらってもね、じゃあ行ってらっしゃいと、でその時はちゃんと言ってもらえればダメだったら戻ってこいよって、やっぱ採用する時ってみんな甘い言葉でね誘うんですよ。で実際入ってみたら違ったなんてこともあるもんね。うん、だその時にちゃんと声かけてあげられる会社、うん、やっぱりリーダーになるとね、16年間トップに立ちすぎると、はい、やっぱ人間ってのはものすごいあれですよね、本当に鍛えられますよね。しんどいことは多いですからねでも今自分がこういう風に言えるようになってすごい自分自身も楽ですよ。うん、本当に今いい言葉ばっか言ったかもしれないけど、まあ、本当に実際その通りやってるんでですね、で人が来てくれますよ逆に。まあやっぱ社員が喜んでくれたら嬉しいっすよね、まあ、社員に限らず人喜ばすのがそもそも好きなんでですね、まあ、できればもっと給料上げたいですけどね、できれば一度回すんですよいやなんかいいじゃないですか、その何がカップラーメンのお湯を入れてもらって、絶対ほら年商12億円ぐらいの会社だとめっちゃいいもん食べてそうなイメージじゃないですか。なんか YouTube 見るとみんないい生活送ってますよ ね羨ましいと思わないけど、ジム行ってねパワーミーティングみたいなやって、いい車乗って、ね、会食して、ね、いつか経営者ってそう変わっちゃうんだろうね。そう、小田さんいい方に変わったじゃないですか。そう、一回そういう風になりそうだったけど、まあ、やってみりゃやってみたで、なんてくだらねえ世界だと思ってじゃあ現場に出てカップラーメン買って、おこれが一番いい、うん、これが一番いい、奥さんの作ったおにぎり食べて、そう最高、うん、これが一番いいよ、うんうん、これからも経営者としてさらなる成長を目指すという小沢さん、果たして1年後はどんな経営者になっているのでしょうか。カメラは今後も追い続けます。伸びると量が増えて男だよね量が増えて、うん